届くお届けします。関西の情報誌関西ウォーカー、グルメ音楽映画にあと盛りだくさん関西ウォーカー。編集長取材で食べ過ぎ丸くなるだけれども、カレーにかかれば行列のお店になる。徹夜も当たり前、原稿流し込み片手には栄養ドリンク、必死で頑張ってる。視界はゆるゆる関西ウォーカー、それでも見てな、しっかりやるわ本間頼むで。カン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 関西ウォーカー、いつもあなたのその心に伝えます、関西ウォーカー。はい、関西ウォーカー TV 始まります。よろしくお願いします。はい、今回はい、特集担当させていただいた京都の桜百を担当している山本でございます、はい、よろしくお願いします。すいません、久しぶりにやってきました、はい、編集長の玉木です、よろしくお願いします。はい、本日発売させていただいた京都の桜百なんですけど、竹見さんの表紙で目印となっております。はい、で内容はですね、過去最大の、京都の桜を100個紹介してるというような感じで、まあ、今回は、はい、本当にですね、桜がむちゃくちゃ早くてですね、観測史上最高みたいなのが踊ってましてもうこれひょっとして本が出る頃には桜が散ってるんじゃないかみたいな非常に危険な状態だったんですけど、はい、東京はもう本当にそろそろ終わるかって感じですか、満開みたいな感じで、はい、まあ、ちょうど本当に京都とか関西はまあ、しだれ桜とかも咲いてますけど、ね、ちょうどこれからなんで、はい、まさにドンピシャの特集ということですね、はい、で清水寺とかは、これから見頃みたいなことを言ってましたね、はいはい、まあ、あとは遅咲きの桜とかも紹介してますし、まあ、造幣局は16日からですからね、はい、4月のね、はい、で、これまで大体この時期桜特集してたんですけども、京都の桜で100箇所紹介するのはもう初めてということで、はい、なおかつプラスおまけ、これ付録でこう入ってるものですけども、はい、これコンビニとかで買われた時にこれが入ってなかったら入ってないって言ってくださいね、これ付録でこれ入ってますから、本来やったらこう入ってるはずなので、はいはいはい、で今回付録は京都観光地図ウォーカーということで、皆さんその桜見に京都行った時にですね、実際京都の街歩く時に便利なように大きな地図をこうやって入れたですね、一つの本になっております。はい、でまたあれですね、桜と別に飲食店とかそういう情報とかも入れてますし、あと今ちょうど NHK でですね、八重の桜という大河ドラマやっておりますけども、はい、同志社大学作った新島城の奥さんの新島八重の話で、はい、まあ、ドラマでは綾瀬はるかさんがやってますけども、はい、今回はその結構八重の桜絡みのスポットですね、今松平かたむり松平中将が宿にしてた今回光明寺であるとか、はい、あとその八重さんの絡みの同志社大学周辺ですね、はい、などを紹介しております。で、今回はキャラクターでですね、これね八重たんっていうんですけども、はい、こちらのが分かりやすいですよね、ここの結構可愛らしい、はい、これ新島八重をゆるキャラにしたもので、福島県が作ってるんですね。そうです、はい、福島県が作ってるね、ちょっと綾瀬はるかっぽいゆるキャラなんですけど、彼女がナビゲートをしてくれております。で付録の方の、地図の方は表紙ですね、これ分かりますかね、ちょっと寄ってもらっていいですか、はい、この方、吉田羊と書いて陽さん、吉田陽さん、はい、彼女は同じく NHK で今やってる朝の「純と愛」っていうドラマがあるんですけども、はい、それで桐野藤子さんっていうね、はい、ホテル大崎の厳しい上司役で非常に人気が出まして、
モスガの巡回今週いっぱいで終わるんですけども、はい、いよいよです、ね、いよいよ終わるんですけども、はい、今大変なことになってます、はい、その後、スペシャルドラマとしてスピンオフでこの、はい、吉田亮さんが主役の桐野藤子さんの一日という、はい、のが放送されますんで、それを記念しまして、はい、彼女に表紙をやっていただいてます、はい、非常に楽しい方ですね、はい、ね、素敵な気さくな方でした、はい、というところで今回頑張って、はい、あとは特集ではですね、ゴールデンウィーク映画の特集とかもやっておりますし、はい、あと、新しくオープンしますフォーエバー21、はい、南が変わるというような形です、はい、あと、H&M もこれまでありましたけども、さらに大きい日本最大級のやつができますんで、そのあたりも紹介をしております、はい、ということで本日あとはこれもあこれついでにってことないですけど、今大ブレイク中なので、はい、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの、バックドロップですね、はい、後ろ向きに行く、ジェットコースター、これが今なんかもう、はい、とにかく並んでもう何百分待ちというのが連発ということで、はい、山本君はですね、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン担当ですんで、はい、もう乗った、僕はちょっとこういうのはダメでして一応乗った理由と聞いて、いやそんなに怖くて乗れなかったという、はい、もう乗った、ライダーとか乗った、皆さん乗ってます、はい、もうただただもう恐ろしいと、お腹が変な感じになるっていう、なるほどですね、はい、前より全然後ろの方が怖いという話を、まあ、とにかく京都に関しては今いろんな本出てますけども、多分一番最新で詳しく、はい、本の一つではないかと思いますので、ぜひお買い求めください、はい、ということでですね、本日のゲストなんですが、こちらですね、2つ開いちゃいましたけども、はいはい、どっちを見ろって感じですけど、はい、はい、そっちを見てください、ブラインドセーリング、僕の方やった、はい、これね、ブラインドセーリングということで、はい、まあ、目が見えない方がですね、ヨットで太平洋横断しようと、はい、で、まあ、一人で横断するのもちょっと寂しかろうということで、はい、スマタンとかでおなじみの辛坊治郎さんが、はい、わしも乗るでと、はい、いうことで、ただ辛坊さんはまだ概要には出たことがないんですよね言っていいんですかこれ、はい、ということで、非常に不安はあるんですけども、実はもうすごいヨット不安で、はい、ヨットの雑誌にも連載をしてたということでですね、その辺の、事情をですね、なんとその全盲で、今回ブラインドセーリングをされる、ヒロさん、岩本ヒロさん、はい、それから、まあ、仕掛け人というかヨットの持ち主、はい、まあ関東さんのアースマラソンとかでもおなじみの、はい、吉本やめられた引きさんが来られてますんで、お話を聞きたいと思います。じゃあお二人どうぞいらっしゃい、お願いします。もうちょっとです、はい、座りにくいかもしれない、はい、大丈夫です、はい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 、大丈夫です、はい、これですね、はい、OK ですか、はい、OK です、はい、こちらでいいですか、はい、はい、ちょっとカメラの前を椅子を、はい、はい、皆さんこんばんはこんばんは、見ていただいてありがとうございます。ちょっと自己紹介をじゃあまず岩本ヒロさんからお願いします。ヒロこと岩本光弘です。ブラインドセーラーです。はい、ブラインドセーリングの、プロデューサーをやってます引きです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ今回ですね、今日発売の関西ウォーカーで連載も始まったわけですけども、東京でも記者会見をされて辛坊さんも入られた形で、まあ、いろいろニュースにもなりましたけども、改めてですね、これはどういうきっかけというか、どういうことでこの壮大なチャレンジが始まったかっていうのを、これやっぱ引きさんに聞いた方がいいですか、これは。ね、はい、引きさんお願いいたします。手短に、はい、もともとブラインドセーラーのヒロさんはですね、はい、本当にヨットが大好きで、はい、なんと全盲なのにずっと太平洋を横断したいと企んでたらしいです。企んでました。今実はサンディエゴに在住で、あ、アメリカにお住まいなんですね、はい、で奥様がキャレンさんっていう、はい、アメリカ人、はい、なるほど。で奥さんももう諦めるほど、はい、太平洋を出したい太平洋を出したいって言ってたんです。奥様はあんまり言ってほしくない、まあ、だけどもうこんだけ言うなら仕方がないなで、実はですね、サンディエゴでずっと乗る船を本当に探してたの。あ、
実際に。そうなんですよ、実際に。どの船がいいかな。おやっぱりだけどいろいろお願いはするんですけどね、はい、やっぱりこうやっぱりまあリスクもあるし、うんうんうん、なかなか夢が実現しない中ですね、うんうん、ずっと実はヨット雑誌の舵をですね、うん、ヒロさんは日本のボランティアさんが音読で読んで世界中にデリバリーしてるボランティアをやってる、それを楽しみにですねずっと読んでたの。火事っていう話があるんですよね、はい、まさにあの火事ですよね。 そうですね、でそこにですね実はヨーラス号、神戸さんのアースマラソンで使ったヨーラス号をまたなんか次のチャレンジしたい人にですね使ってもらおうじゃないかということで、はい、記事にそれが一文載ったんですよ。これですね、あこれちょっと持ちましょうか、はい、これちょっとこっち行けますかね田中さん。なんとこれにですね最後の最後に4行ほどチラッと書いたんですよね。思いある人は家事者にメールしてくださいねと。なんとですね、それを井の石に見つけてですね、熱いメールが家事者に来て、僕のためにあった。あ、これは記事を書いてくださったんだと思って、もう慌ててメールをさせて。でそれがまあ回り回って僕のとこに来て、なるほど。それから約1年、もう1年以上ですね。そうですね。ヒロさんとのまあ、メールでのやり取りが始まって、はい、でそこから本当に産声を上げることはなかったですね。その時はまあ、ね、まあなんか考えようかぐらいだったんですけど、そう、ね、それいけると思ったんですか最初引きさんは。いや最初はねいけるというかね、まあ僕は逆に言うとあんまり無理とか無理じゃないとか思わなかったんですよ、うんうん、ああ積極的な人やなっていうすぐに逃げられたんですか。いや偶然恩師の方が、はい、日本で亡くなられたんで、はい、突然来ると。あ、そうだったんですね。そうなんですよ。ヒロさんが日本に来られたんですね。そうですね。突然電話、行くからすぐ時間がなんか半分無理やりヒロさんにね。大事ですよそういうのは、ね、実は日テレの土屋さんと2人で飯食う、はい約束だったんですよ。なるほど。で似てる土屋さんに電話して、はい、すいませんちょっとブラインドしとくんでいいけど土屋さんいい一緒でもって言ったいいよ別にって言って3人で飯食ったんです。あと日本テレビの土屋さんが先ほど僕のツイートにツイート返してきたんですけどでそれから本当にまあ2人でいろいろ可能性を最初は1人でやれないかってやってたんですけど、うんうんうん、まあいろいろリスクもあるからまずは2人でやるかと、うん、でサンディエゴで盛り上がって、で辛坊さん家事にも連載されてるんで、はい、いっぺん辛坊さんに頼んでみようかって冗談みたいに言って、はい、お願いしに行ったら絶対断れると思ってたんですけど、はい、ちょっと面白いなって。それ釣り入れ食いですよ。今ちょっと失礼、辛坊さんでおいくつでしたっけ。辛坊さん56 6ですよね。で辛坊さんがまあ首を縦に振ってくれたのがきっかけで、うん、まあまあ2人だけでやっててもなかなか進まなかったのが、はい、一挙にプロジェクト立ち上がって。辛坊さんもね今日本当は来ていただきたかったんですけど、辛坊さんはヨット歴何年ぐらいなんですか。ね、早稲田の、はい、大学で単位が取れる体育ありますよね、はい、体育の授業で、はいはいはい、それにヨットがあって、はいはい、それでまず経験して面白くなったんで早稲田の、はい、ディンギーのヨットの同好会に入って470乗り出して大学から、はい、でそれから北高で十数年間ディンギーを持っておられて、はい、でクルーザーもその後続けてオーナー、うんうんうん、だから本当に好き、概要は出てないですけど本当に好きみたいな一番遠いところでどこまで行きあったんですか。徳島らしい。しかも辛坊さん止めてるの丹野間ですからね。そうよく分かるんですけど、丹野間って静かなんですか。丹野間って友ヶ島の横ぐらいなんで、はい、ほぼ大阪の出口のところから、徳島までなんで本当に近い。太平洋横断するとなるとまた全然話はね別だと思うんですけどね。そうですね。ヒロさんと辛坊さんはいつお会いになったんですか。辛坊さんがですね、お正月の時に、うん、サンディエゴ見えて、あ今年のそこで、そうですね、そこで初めて、だからサンディエゴの
マリーナが最初だっていうね、あマリーナでお会いになったんですか。そうです、あのエオラスとですね同じ、はい、エオラスであの今度かヒキさんが持ってらっしゃる船で、はい、今度渡る船ですけれども、うんうんうん、それと同型艇の船を同じ種類の船をですね、うん、ロサンゼルスに持ってらっしゃる日本人のオーナーの方がいらして、でその方からお借りして、はい、なるべく慣れておいた方がいいだろうっていうので、はい、それでサンディエゴに、ロサンゼルスから持ってきて、うんうん、2ヶ月間練習させてもらったんですけども、それを持ってきた時に辛坊さんがちょうど見えて、だその上船の上がですね、あの初対面っていうことでしたね。これでもやっぱりね、あの2人で太平洋横断するとなるとね、やっぱ相性ってあるじゃないですか、どうなんですか、お二人の相性は。初め会った時はおいや、これはいいんじゃないかなって思いましたね。だからそのまんま、あいい印象ですから、すごく視覚障害者にとってですね、はい、あ素晴らしいなと思うのは、はい、表現が豊かですね。それはそうですね。だから、うん、テレビ番組のニュースキャスター、はい、まあ、アナウンサーずっとやってらして、はい、テレビだとそんな表現、うんうん、うまいとは思ってなかったですね。これがあれがっていうのがね、うんうん、多いかなと思ったら、うん、もう全て描写がうまいっていうんですかね、言葉で説明してくださるっていう。辛坊さんが変なこと言ってたのがね、辛坊さん普段喋らないんですって。あ、テレビは喋るけど、家とかでは別に全然喋らないです、一日喋らなくても大丈夫な人。それが初めてこう2人っきりになると、状況説明をずっとしないする、うん、なるほどなるほど、そんな喋る自分を見たことがないらしいですよ自分がどうなるかっていうのが非常に興味あるらしいですよ。辛坊さん自身もそう、不思議ですよね、あれだけね、キャスターやられてるんですね。これやっぱり本当にヒロさんは前から太平洋横断したかったっていうね、チャレンジのあれがあるんですけど、辛坊さんはその太平洋横断したかったんですかね。みたいですよ、一番最初にいのいちに奥さんに相談したところ、はい、まあ、第一ブレーキだと自分は、はい、だからもう失笑されて何言ってんので終わるつもりで、まあ、それでブレーキがかかると思ってたら、前からの夢なんでしょ、前からずっとやりたいやりたいって言ってきたらええやんって言って、何の抵抗もなく30年間っておっしゃってましたよねずっとその夢を持ってらして、だけどやっぱりね、やっぱりずっと思ってられて、雑誌を見たり自分でヨットを乗ったりっていう方は、経験は少なくてもですね、蓄積した知識とかすごいと思います。やっぱりそれを思って情報を吸収しますから。辛坊さんも30年思ってたんですか。30年近くじゃないですか、ね、だから思ってた、ね、僕らでもね、若い頃、僕今50過ぎですけど、やっぱ堀江謙一さんとかのイメージがあって、確かに太平洋一人ぼっちみたいな、やっぱりロマンはありますよね。皆さんあるんですかね、太平洋っていうのね。減りましたけど、ヨットやりだすとやっぱ一回は橋かみたいにかかるんじゃないですかね。それでもね、やれる人っていうのは少ないんでしょうから、やっぱりサラリーマンの人が多いでしょうからね、はい、ずっと仕事とか子供、子育てとかね、そういった中僕は直前にしてるっていうね、いや本当はありがたい話ですね。まあちょっとお聞きするとですね、もう逆にヨットの上という非常にこうなんていうか限られた空間で、まあ基本的に物がある場所は決まってますから、ある意味ヒロさんはもうそのヨットの上ではすごくコントロールが逆に言うともうきっちりできるっていうお話で。そうですね、動く範囲が決まってますから、あと、はい、ライフラインってヨットにはロープが周りに張ってありますから、はい、だから本当に浮き桟橋を歩くよりですね、ヨットに乗ってた方が安全感はありますよね、でどこに何があるっていうのはもう頭の中でこうメンタルマップっていうかね、イメージングっていうか、その船がどこにあって、でどこには何が物があって、でここからどれくらい行くと何かぶつかるものがあるから注意 しなきゃいけないっていうのを先に思い浮かべながらですね、行動しますから、で物も最初に置いたところを物を動かすなっていうのが基本ですね。動かされると あるべきところにない、これが一番困る。そう本当ですね、ですからヨットは本当そういった意味では、行動範囲が限られてる中なので、動きやすいっていうのはありますよね、
ただこれ概要に出てですね、またこういろんな風の向きが変わったりとかいろいろあると思うんですけども、その時にこう、まあ、お二人が常に起きてるわけじゃなくてどちらかが休んでみたいなことだと思うんですけど、そのあたりコントロールするのに何かこう秘策はあるんですか？それがですね、今回あの古野電機さんのですね、はい、ナブネット TZ タッチっていう、そのこれはあのナブネットっていうのはですね、あのいろんな情報をですね得る、あるいは普通の見えてる人がですね、はいはい、それはあのまあ言ってみれば車のナビみたいなもんですよね。どっち行くとカーナビ、はい、どこ行くと何があるとかですね、だからそれがあと海ですと海図っていうね、海の地図みたいなものがあって、今どこにいてこっち行くと どの、うんうん、あの湾に入っていくとかですね、うん、そういったのがある。でそれと同時にあのいろんなですね、どっち今船がどっち方向に走ってんのか、コンパス角度で、120度とか90度とかですね、それが出てくる。で風が大切ですから、ヨットは風の情報ですね、風向風速、そういったものを出すシステムが古野電機さんのシステムですね。でそれをなんと視覚障害者でも理解できるって音声化するソフトではアプリですね、これは iPad を使って iPad mini を使って、やるわけですけども、それがセールサウンドっていう、これは、はい、大阪電気通信大学のですね、魚井先生と沼津先生のチームで今、あの作られている。でそれを入れると、つまり音声で今船がどっちに走ってんのか、風がどっちから吹いてんのか、風の強さはどれくらいなのかっていうのをですね、音でなんと引き出すことができるというシステムがあるから、僕は操船できるっていうことですね。これまでもその要するにヨットナビ的なものはその古野電機さんにあったけども、それは要するにあの目が見えない方にあの使えるっていうふうなものにはなってなかったわけですね。これね、多分ちょうどテクノロジーが融合したんですよ。で今の古野さんの例えば魚探とかもね、Wi-Fi 化してるんですよ。Wi-Fi、なぜかというと魚を探るんですよね。要するにですね、あの船長は魚探を見ながら操船してますよね。そうですよね。じゃあ船首の方で釣ってる人は、はい、どこに群れが来てるか見えないんですよね。ああ、そのレーダーがそこにあるわけじゃないですか。はい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 。でソナーがね、で魚探が、はい、でそれを Wi-Fi して船に飛ばすと、呼気を持ってたらですね、見ながら釣れるとか、そのコントロールしてるところにいない、釣ってるヘリにいる人も、はい、その Wi-Fi で見れるとか、あとはそのいわゆるカーナビに当たるものを、Wi-Fi で飛ばしてですね、例えば船のキャビンにいながらも、船首の情報が取れるとか、今自分がどこ走ってるかっていうのを離れたデバイスで取れる、ちょうどそういう時代に来てたんで、もしかしたらこれ情報が全部 Wi-Fi で飛んでるんだったら、変換したら作れんじゃねえかっていうので、なんとその魚井先生、大阪電気通信大学 の、はい、あの先生にお願いしたところ、はい、いやできるよそれぐらいだったらっていうので開発してる。彼はね、いつもそういうふうに言うんですよ。大阪電気通信で電気通信大学の大井弘隆教授っていうのは、はいはい、桂川 TV にも何回も出ていた、はいはい、そう、本当に昔からの付き合いですけども、昔からっていうか僕高校の同級生です。一緒にやる。世間が狭いな。文芸部と新聞部を一緒にやる。で彼が現役で大学入って僕落ちたんで、僕の家庭教師をしてたっていう。もうすごいね、上から目線で。でも何でもね、自信満々なんですけど。じゃあ今回も。いやだけどね、すごくまだベータ版っていうんですか、第一作目で。うんうん、あのもちろんこれからもっと細かく調整していくんですけど、うん、あのヒロさんに渡す前にあの日本にまだ3人がいるような僕も、はいはい、操船しながら目をつぶって操船したんですけど、はい、あのブラインドじゃない僕でもですね、はい、確かに操船はできるんです。それぐらいレスポンスが良くて、 あとはそのインターフェースですよね、はい、ヒロにどう気持ちよく伝えるかみたいなところも含めて、今からだからこの2ヶ月間でそのインターフェースを開発して、で最終的にはこうストレスのならないような、あのまあ数字を読み上げるっていうのは
ヒロにとっては、うん、まあ大切な音の情報は他にもいっぱいあるんですよね、うんうん、そのうちにヘディング情報というのも選手の情報ですね、選手方向の情報も大事なんですけど、はい、本来ならそれに気を取られずにもっとその風だとか波の音だとか、うんうん、リギン、ワイヤーの鳴ってる音だとか風の強さだとか、はいはい、傾きだとか、はい、本当はそういうところに五感を、はい、全神経を集中して、うん、普段レース出てるんでね、うん、走らせるんですけど、まあ、今回は目的地がサンディエゴなんで、うん、ジグザグに走ってるとですねつかないんで55日の予定が70日80日かかったら大変なことになるっていうんでね、だんだんと水がなくなるとかねそうならないようになるべくまっすぐ走って、ね、計画通り水と食料はじゃあその何日分ぐらいできるんですか。一応ですね、まあ2ヶ月ということは90日分もやっぱり、うん、非常も含めて、そうなんね、水も最低90日分はやっぱり積みますね。よく聞かれるんですよね。60日もそんないて後ろから船がついてきてて食料とかくれんのとかね、そういったあるいはねハワイに寄っていくのとかねみんな信じてくれないです太平洋を一気に渡るっていうのはですね、でもそうじゃありません、僕と春坊さんだけで二人で頑張ります60日でってね、はい、いうことでやってます。まあガチンコの、多分世界初の、これあのヨットナビがあるってことはある意味 GPS でその要するに電波がつながってるってことなんですか。ですね、GPS はまあ GPS 衛星から取れますから、はい、GPS はつながってないですね、受信するだけ、はい、受信するですね。ただずっとオンにはできないんですけど、はい、VSAT 衛星というですね、はい、新しいサービスが衛星携帯電話ってありますよね。衛星携帯電話のもっと進化した形で、そうなんですか。いわゆる本線の、お客さんとか船員さんが、はい、インターネットを見るため、もともと陸上のサービスだったんですけど、はいはいはい、それを海版にしたサービスが、これもまたテクノロジーにちょうど融合したところにそれがつながったんで、はい、小型ヨットでは多分世界初だと思いますけどアンテナの方が大きすぎて倒れんじゃねえかってめちゃくちゃでっかいです。このテーブルぐらいあるんですよ。マジですか。マジです。こんなんがですねこのちっちゃなこれ前のインバルサットよりまだ大きいんですよ。だからそれがあるといわゆる定額制で常時接続っていうサービスができたんで、はいはい、いわゆる今回洋上から2人の頑張ってる様子をハイビジョン映像で毎日電信したり生放送に出演できたりですとか、こういうもちろんインターネットテレビみたいなものにも普通に出演できて、ちょっとこれまたこれねすごいっすね。逆に言うと普通に船の中で iPhone が使えるんです。うわそんな強力なこう発信機が、はい、発信機が、だからまあそれがあることによって一つの安全は確保されるんですけど、ただ小さなヨットなんで、はい、ずっと電源を入れてるとですね、はい、いっぺんにバッテリーがなくなってしまうんで、なるほどなるほど、ここがこう課題 で、ね、それはもう蓄電して持っていくのか、蓄電してソーラーパネルみたいな、ソーラーパネルでもついてるんですけど、ソーラーでやっぱ追いつかないんで、追いつかないんだ、1日、まあ、2時間から3時間ぐらいは船内のエンジンを回して、で船内のエンジンにオルタネーターがついてるんでそれで発電して、なるほど、で賄いながら計算しながら、これ辛坊さん多分それが一番神経を使う、うーん、燃料が減るじゃないですか、うわ使いすぎると、やっぱすごいことですね太平洋横断するっていうのはあんまり使いすぎるといざ台風から逃げなきゃいけないっていう時に、丸3日間ぐらい低気圧から逃げるのかかりますからね。そうなるんですか。ありますあります。だから今回出航6月なんで、やっぱ1発2発は梅雨前線上に低気圧通過しますから、このまま東に進んでて追いつかれそうなるとやばいんで、南か、まあ南かだと思いますけど、南に逃げて、でまた北上して東進しながら、そうですね、日付変更線ぐらいからやっと北に上がって、うん、ルンルン航海、それまでは1ヶ月間ぐらいは結構厳しいんじゃないですかね。徳島までの間には経験しなかったまあ大波も見ていただいてけど今ね、辛坊
コさんよりちょっと上手いですね、ヒロの方。さすがにアメリカで乗りこなしてきてるんで、この前辛坊さんと乗船したんですけど、まあ、それは船を出さずに止めた船で偽装ヨットのいわゆる設備を僕が2人に説明してるんですけど、その風が吹いてくると大きなセールをですね、1段階2段階3段階でこうちっちゃくしていくんです。あで本当の大式になったら本当に、そうですね、この部屋よりの4分の1ぐらいしかないセールに最後ちっちゃくなるんですけど、はい、それをヒロはですね、僕の号令とともにパッ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 ってやるんですね。はい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 。辛坊さんマジでビビってましたね。そういうこと技術入りそうですね。訓練ですよね。訓練も最初はね、失敗だらけで、あれですけども、ロープが引っかかったりするんですけど、やっぱり訓練やっていくと少しずつ上手くなっていくっていう、ね。この2ヶ月間同じような船に、エーラスと同じような船に乗ってましたから、それは助かりましたね。いやでもやっぱり一瞬のことがね、やっぱり本当にいろんなことを左右するでしょうからね。練習の動画があるんで、一度それを見ていただければと思います。皆さん見てください。Hi, Keith. Hello, how are you doing? Come in. Beautiful day. ね、これ見えててもなかなか恐ろしい作業ですよね。そうですよね。ね、最初はドキドキしましたけど、ね、慣れてきましたね。辛坊さん刺さないでおこうかって言ってた。ああ、そうですか。わお。でリーフィングワン、どうして A1 って分かるかっていうと、クラッチワンって戻ります。そうすると下の方がナンバーワンリーフィングラインですね。でこれがナンバーツーとすごく近いのですぐ絡まるんですね。もう開けていいですね。大丈夫ですね、はい。入ってるのこの辺まででしょ。あ、で当たっても気づかないですよね。これで当たってるって今分かるんです。なるほど。で、ブーツも良し悪しということね。そうです。で大体もうそこにウィンチがあって、そこにブロックがあって、でドジャーがあって、それを辿っていくとコックピットがあって、で大体こうもうイメージ、その距離も含むわけですね。それがそれに慣れただけでもすごい。あれはですね、我々のサンディエゴ
のサンディエゴに僕をサポートしてくれるグループがありまして、はい、でそれがスイスっていうんですね、はいはいはい、SWIS、はい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 、でこれは C 見るの C ですね、なるほど、 What I see で、ね、2つ目の C が SEA ですが、うんうん、See What I See っていうグループがあって、うんうん、省略してスイスなんですね、うんうん、スイスチーズのスイスと覚えてもらえないかな、うんうん、その、チームの人がですね、鈴木夢さんっていう、はい、あのシンガーソングライターのプロの方ですね、はい、をご存知で、でその方が僕 の、 あの太平洋横断したいっていう夢 をこう描いていてっていう話を しましたら、鈴木夢さんがじゃあテーマソングをっていうんで2曲作ってくださって、はい、2曲も、その1曲でありますね。今でもなんか気持ちいい曲でね、もうジーンときましたね、2曲とも、でもちょっとあの映像を見て、もうむっちゃ怖かったんですけど、こうね、みんなね、ワイヤーとかの動きとかもすごいなと思って、そうですよね、みんな本当、見えてんのじゃないかっていう状態が、いつか なんか、実は見えてたっていう、なんか、ヒケさんがなんか、さすが元吉本っていう、そうコメディータッチでやってんじゃないかっていうね、あれがあるんですが、今日、辛坊さん言ってましたよ。一番最初に初対面して、で初乗船して、でヒロはその時実はあの船に乗るのが初めて で、はいはいはい、でまだ手探り状態、はいはい、なのに1時間ほど2人がこう声を出し合いながらセーリングしてたら、だんだんそのブラインドだっていうことが辛坊さん自身も薄れていく、あさっさっさっさ動くんで、はいはい、それが逆にこれちょっと忘れてしまうからこれが危ないかもしれへんなっていう、僕も最初の頃気遣ってないんですけど、最近はあんまり気遣いませんからね。なんかたまに置いていかれるんですよね。悪かったってね。そんなあまりにもさっさっさやるから。いやでもそれが僕嬉しいですね、皆さんはね、忘れるぐらいね、それくらい動けるっていうね。へ先にピューッと言ってましたよ、怖くないですかね。ああもう慣れればですね、どう自分の体をホールドして前に行けばっていう、はい、あの前にあるこうロープを入れてぐるぐる回すところがあるんで、あそこがトラブることあるんですね、風が強くなると。だからあそこまで行って、はい、そのもつれたロープをですね、あのくるくるの中をこう解きながらっていうことも可能性としてありますし、最初の方になんかこうなんか、線抜いたみたいなところに刺してましたけど、ああ線抜いたところですね、あれがさっとあれをあの入れ替えたのがですね、ボートスピードを測るメーターが入ってるんですね、であれをそこにですねバッと差し込むことによってペラが回ってですね、はい、ボートスピードを船がどれくらいのスピードで行ってるかっていうのを読むというそのメーターに変えたところなんですね。だからあれをトロトロやってると水がどん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 入ってくる、海水がそこからどん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 入ってくるっていうんでね、あそこはパッとやらなきゃいけない、ね、ほんまに開いてましたよね、水ピューッと出てましたよね、そうですね、5センチぐらいの穴開いてますこれぐらい開いてますよね、沈みますよ、沈みますよ、あれヒロがどこやろうって言ってる間にもどんどん見ちゃいます , 笑い事ちゃいますよレモンテクニックでパッ、いや早かったですよね、まあやらないんじゃないですかブラインドの人ね、あれはね、あれはやらないと思うよね、だから どこにまあああやって丸っこい穴がやっぱり必要ですよね、あトイレだったり水を汲み上げて出すという、まあ、ああやって穴をがいくつか開いてるんで船には重要なところ、だからそこがどこにあるかで、なんかこう水がゴン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 入ってきたらそこをまず頭に浮かべて、そこが持ってないか、そこから水海水が入ってきてないかっていうのをすぐチェックできるようにしてなきゃいけない、そうしないとどん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 海水入ってきて沈んじゃ うですね、ドキドキですね、今回ですね、今大阪で練習されてということですけども、はい、出版はあれですよね、場所は福島から、そうですね、最終出港、はい、いわゆる出国するのは福島の小名浜港、あの小名浜、はい、はいはいはい、いわきの
これはやっぱりなんか、あるんですか。もともと企画した時に、まあ、その震災のことを風化させないで何かっていう、うん、まあ、我々サイドの企画もあったんですけど、はい、これがまた偶然なんですけど、うん、ヒロさん自身もですね、まあ、サンディエゴにいながらこの震災を知ってですね、まあ、逆に言うと離れてるから何もできなかったっていうのがあったんで、何か自分らしいことができないかなっていうことで、海がみんな怖いものになったから、もう一度海は楽しいんだぜっていうことも含めてですね、実はそのスイスでですね、なんとかその東北の人た子供たちに、ヨットがプレゼントできないかなみたいなことで活動をしてたんですよ。はいはいはい。で我々はそれを聞いてですね、あ、ならやっぱりこれ福島にしようぜっていうことで、で関西から本当はスッと出たいんですけど、ですよね。そうなんですよ。沿岸沿いっていうのはやっぱ一番本線が多いですし、暗礁だとか、そうか、はい、それがまた危ないんだ。危ないんですよね、一番で、まして、ヒロとシンボさん2人だけだと近海の場合は本当に、はい、リスクも高いんで、っていうこともあったんですけど、まあ、何か意味を持ってこの後悔をするんだから、やっぱりその2人の夢だけではなくてね、何かできることがあったらやりましょうよということで、で福島に決定したという流れですね。でたまたまなんですけど、やっぱり福島のあのいわきって、まあ、東に一番面しててですね、はい、オーシャンゴーイングには結構北まで上がってるんで、夏の航海なんかはあそこから出て一気に太平洋高気圧を北に回るコースにもなってて、海外の船なんかはたくさんあそこに寄港して出ていく船もあるんで、あ、そうなんですか。はい、ただ今はもうそれが震災で潰れて、そのヨット幅もクローズドになってるんですけど、そうなんですか。全部流されて沈没したり流されていって、まあ、だからそこにもそのヨットマンにも会いに行くっていうのも一つのまあ目的。ね、いや本当にね、 3.11 やっぱり津波の恐ろしさっていうのはあったんですけども、でも日本っていうのはね、周りは全部海に囲まれてて、ね、海とともに生きてきた国ですからね。そうですね。だからその多分津波を経験してですね、もう海なんか見たくないって思ってる人もいるでしょうね、だからそういった人たちに、いやそうではなくて、海はまだ君たちのことを待って、ね、海は君たちのことを待ってるよっていうことを、僕はこうセーリングを通してですね、海は素晴らしいっていう楽しさを知ってますし、またそういこういった思いをですね、いやにこう彼らを戻したいっていうのがあって、そのまあきっかけをチャンスを与えれればと思って、そのスイス、スイワライスイのですね、グループと協力して、募金活動をやって、ここ3月12日来たんですけれども、3月10日にですね、はい、ハーフマラソンをサンディエゴで走りまして、ファンドレイジング、募金活動で、それをやって、12日に来たっていう感じで、そういった形でですね、できるだけそのちっちゃなヨットをですね、福島にっていうことで、やらせてもらってます。ですから、CYC のですね、ホームページ、SEEWHATISEA.com に行けばですね、その詳細が ありますので、どうぞ見てください。それと、こちらの、ブラインドセーリングの b-sailing.com ですね、はい、そこに僕ブログ上げてますから、はい、皆さん、ぜひ見て、そちら両方ですね、はい、見ていただければと思います、ね。まだ文章がね、硬いんですそう言われてね、そう言われてね。しゃべりようなんか、ものすごい硬いっていう。そう言われてね、もうやわやわにして書いて、僕は自信ありげにですね、ヒケさん、今回良かったでしょって思って言ったらですね、まだダメ。うわまだだ。もっと簡単にね、なんかあんまりね、堅苦しいよりも、ね、そうなんでしょうね、皆さんに読むのはね、読むのは皆さんに読みやすい
ああ関西ウォーカーのようなね文章が書ければそんな甘いこと言わないでもこうやって喋ってても本当楽しいですよね明るいですね、うん、だからうちのね息子も、まあ、高2で今度高3になるんですけど、まあ、麻痺があって、まあ、車椅子だったりするんですけど全然そんな、まあ、僕ら親も含めて悲しいとか悲壮とか悲痛とかってないんですよ、ね、そういうこと知ったら大変でしょってよく言われるんですけどそんな毎日大変と思って生きてられるんですよそういうのが伝わりにくいんですよね。そうですね。僕もだから初めてですからね こんだけ長時間ブラインドの方と接するのも、うんうん、まあ今ではね忘れていけるぐらいまでなりましたから、ね、だけどやっぱり何にも変わりないですよね本当にね、うんもっともっとこう、まあ、ヨットだけじゃなくてどんどんアグレッシブにいっていただきたいと思いますね、うん、なんかねこう一瞬だけドライでね大変でしょみたいなことに、うん、まあ思うじゃないですか、うん、でもこうやってこれだけ長いプロジェクト辛坊さんも一緒にやっていくっていうそうするとなんか本当のねいわゆるこう障害があるってことのリアリティ が、ねうんうん、でリアリティっていうのはだから辛いことだけじゃないよっていうのが、うんまあ、なんか伝わったらいいのになと思いますけどね本当の意味でのバリアフリーですよね樋口さんと僕の関係とかね、うん、これから辛坊さんと僕との間はバリアフリーになっていくんだと思うんですけど、うんうんうん、60日間っていうのは一種の極限状態ですから、これ以上のバリアフリーはねだだねバリアフリーとはとかってね教科書に書いてあるのを読んでるのとまた違ったね辛坊さんはもちろんジャーナリストですよね、はい、だから、はい、自分のことも多分ジャーナリストとして分析もされるし、うん、で多分ヒロはあんまり逆に言うと、うん、マイペースで、うん、ガンガンやって辛坊さんがこう多分60日間の中でいろんな辛坊さんになるんじゃないですかね、うん、なんかでも面白いですよね、うん、で実は24時間3台カメラがですね回り続けてそのヨットの中で怖いですよね24時間プライバシーじゃないじゃないですかプライバシーは一応なくさせていただきましたマジっすかうわ3台なんで60日間としたら24時間かける3台かける60日分っていう膨大なコンテンツがこれ おならしても取りますおなら申し訳ないですけどおならもトイレももう喧嘩も仲直りも、ね大体どっちが悪いかは僕らはいや時間経ってきたらいろいろあるでしょ絶対ねえ引きさんと寛平さんもあったらしいですからね何時間ぐらいでしたっけあの時僕は67日間ですね、はい、冬でしたからね普通は出ないやろっていう時にねヨットマンでも出ないやろ寛平さんなんかかなり今僕とのあれを脚色をつけてですね受けるからっていうんでなんかとんでもないことを言い出しててこの前講演会聞きに行ったら、そのものすごい優しくて B1 なマネージャーっていうふりをしてるんですよ、はい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 、それを橋にもう一遍目覚めさせてくれたとか24時間テレビ走らせてくれたとかこうめっちゃよいしょして、うん、でアースマラソンが始まったって言った後僕がものすごい悪人になるどういったのにでそうなんですか、ね、悪人になるっていう方がよう受けんねんってでひどいのが、はい、あの仲悪くなってきた時にまあここで落ちても誰も見てへんわって言ってるの俺言ったことないっちゅうのにそれはごめごめ受けるからなって喧嘩したのは確かなんですけどいやでもねカンペさんと行った時はカンペさんはヨット全然できないでしょそうそうそうねいやだから今回ヒロと辛坊さん初乗船の時に、はい、どうですかね準備までまだ6ヶ月ぐらいあってこれ6ヶ月で訓練できるかなと思ってちょっと心配だったんですね寛平さんのこともあったんで、けど1時間乗っただけで2ヶ月か3ヶ月縮まりましたもういらなくなりましたそれぐらい
新聞さんも風のこともすっかり分かってるし、はいはい、もちろんヒロもレーサーでやってたから風のことも分かってる。あ、これ申し訳ないけど寛平さんより全然できるわと。寛平さんが67日だったら多少できるようになったんですか。いや、あのね、できるようになったんですけど、やっぱりその瞬間的な風が降ったりすると、うん、あの分からなくなる。なるほど。あのね、ヨットってなんか分からないですけど、やっぱある程度の年数をですね乗らないと、あの、なんていうか、体に打ち預けでは体に入ってこないんですよね。打ち預けではあかんところですね。なんか独特のブレイクスルーする時があるんですけど、大体1年2年以上かかるよね。そうですね、分かるようになるまでには。うん、だそれは2人とももうそれはもう基本的に分かってるんで。なるほど。それはびっくりしたですね。ちょっと安心しました。ちょっと安心しました。これならいけっかなと。やっぱり風が吹いてくるのはですね、まあ、ああいったシステムありますけど、システム以外にですね、方法で感じるんですね。向こうから吹いてくると、ほっぺたに感じてるし、で、ちょっと触れて、右に触れると、今度は頭の方に、で、もうちょい後ろから吹いてくると、この首筋に当たってくる。やっぱりこういったのが分かると、それに合わせて、方をですね、入れたり出したりしなきゃいけないっていう、やっぱりそこを分かるまで、やっぱり1年は少なくともかかる。人間の五感が直結してるって面白いですよね。そうですね。それとあと船はこう風上に登っていくとこう斜めになりますから、その斜めのなり方がちょっと、フラットになってきた、斜めになってきた、これでやっぱりまた違いますし、シャワシャワシャワという音をですね、ヨットの素晴らしいところはエンジン音がない、静か。その代わりにこう海をですね、水を切る音で、それでボートスピードが大体わかるんですね。そのシャバシャバシャバって海をですね進んでいく音で、だからそれがちょっとあれシャバシャバシャバっていう音がちっちゃくなったら、あれボートスピードが起こった、なんでだろうとかね、そういった、だからいろんな音と感覚と皮膚からの感覚とかですね、全てこう統合されて船を動かしていくっていうことですね。なんかでもヒロさんの話聞いてると、よりなんかヨットの話が分かりやすいですね、僕らみたいな知らない人間に。そう、逆に何ていうか、知らされるというかね、ヒロに何が一番いいのっていうと、あんなバカでっかいものを自由に走らせる醍醐味が。そうですよ、車でもええって言ったら俺運転するね。車をね、普通の道路で運転できないね、さすがにね。だけれども、あの大きな船をね、あの大きな海でこう操船できるって、爽快感っていうのはね、実は忘れてて、僕らも船やりだした頃はやっぱりそれが、あの大きなものを自分でこう舵を切って走らせる快感があったんですけどね、いつの間にかもう忘れてしまってましたね。いかに持たずに楽するかとかばっかりするようになってくるんで、だからもうダイレクトにそれを感じて楽しんでるっていうのはすごく伝わってきますね。あの東京で会見されて、その後福島行かれたんですか。そうなんです、その後、福島中央テレビさんにちょっとお邪魔して、番組に出させていただいて、もうだけどすぐとんぼ返りだね。そうですね、もうその、記者会見終わってすぐ新幹線で、福島行って、中央テレビ。今西九条住民ですんで。あ、皆さん、西九条です。白状持ってる、夜な夜な出てたら、あれ、注意してやってください。駅前徒歩50歩ぐらい50歩ぐらい迷ってたら声かけてください。もうセブンイレブンまではピュッと行けますから。うわー、そう、ね、中でも応援の声をかけてほしいですよね。早く、かけてほしいですね。でもあるんですよ、もうね、スマタンに出たとかね、見ましたとかね、早くもう頑張ってくださいとかって、今度は関西ウォーカー見ました、頑張ってくださいってぜひ言ってください。ぜひ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 。でも森武さんも寂しいでしょうね。ですね。でもね、森さんもむちゃくちゃつぶやいてはりますから、ツイッターで。あ、そうですか。きっと応援されると思いますよ。森さんどう思われてるんでしょうね。いや、もう森さんは
で辛坊さんのことはある意味もう全て受け入れられてるのかもしれない森さんも関西が TV 出てもらったことありますし、あそうですね、もう本当に最初の頃から、お世話になったと。あとその先ほど あの福島 あのプレゼントするっていう、あのヨットをプレゼントするっていう、はい、あの学生さんからのあのお礼と応援 の動画もありますので、じゃあそれはぜひぜひ、そちらも一度流していただければ、はい、なと思うので、はい、場所はいわきでやるのはちょっと厳しい状況で、うん、猪苗代湖行ったり、うん、あの岩手の方に行ったり、大会で静岡の方に行ったり、そういうことで練習積んでいく形しかできない。最近はちょっとあまりできない状態かな。ああ、利用す。いや、それはもう本当に助かります、うん。やっぱり船が欲しいというのはありますか？欲しい。やっぱり、うん、助かってる意味では本当に。うん、ありがとうございます。あのヨットもあまりあの言葉がちょっと悪いですけど、ちょっとあまりいい状態のものが少ないですし、それに対していいものが送られるというのはすごい嬉しいです。やっぱりあると練習ができるってことですね。はい、うん、どうですか。とても嬉しいですね。新しいヨットが、いや、ヨットに乗れて、とても楽しみにしてます。あ、もう頑張ってください。そう、結構 でかいというか大きいことなので、あの事故、特に事故もなく頑張ってほしいと思います。安全に頑張ってください。いいね、はい、安全に。岩本さん、辛坊さん、岩木で待ってます。岩木ジュニアヨットクラブの松岡です。鈴木です。金井です。鈴木こだつです。関根鈴穂です。松岡みなみです。朝谷です。辛坊さん、山本さん、頑張ってください。いや、あのヨットやってる人いっぱいいらっしゃるんですね。そうですね、ですから、あ、こういった人たちにですね、うん、海をまた楽しんでもらって、うん、あるいは今小学生、幼稚園の子たちもね、はい、高校生になった時に、うん、そういったヨットに乗って、あ、海って楽しんだなっていうことをね、うん、もう一度思い起こ、してくれればなと思う。そういった思いで、今回天気をっていう辛坊さんのブログ読みました？読んでない？ヒロ、辛坊さんのブログがね、今、はい、そのまあ安全な街づくりっていうので、うん、まあ、海にブロックをしようとしてるじゃないですか、うん、すごい、むちゃくちゃ高いの。で、やっぱり辛坊さんがブログに書いておられたんですけど、はい、やっぱり海って、なんていうか、まあ、確かに津波が来た時は大変ですけど、うん、まあ、そうじゃない時は楽しみがあって、漁があって、食を供給してくれてって、うん、やっぱり僕ら海と共に生きてきた。はいはい、で、やっぱりブロックする、自然をブロックすると結局その津波が来る時の引いていく潮も見えないし、結局変にブロックされてるから逃げ遅れるとかね、もう一度考えとか、日本をこれ全部ブロックで覆い尽くすっていうのが本当に安全なね、まあ、あの守らないといけない場所もあるでしょうけど、だけど
僕なんかやっぱり海が大好きな人間にとっては防波堤っていうのはやっぱり権威だし脅威なんですよね。ね、町によってはあの海のエリアに関して、まあ、ある程度堤防はちゃんとするとしても、そんなにもう無理やり全部を遮断するには堤防にはしないで、要するにそこは商業エリアにして、居住地区を高いところにするっていうのもいくつかお話聞きましたけど、僕はそれはやっぱりすごく合点がいく、ね、言いますよね。だからまあ、あのいざという時にはね、あのもうそのエリアからもうできるだけ速やかにあの避難した方がいいと思いますけども、そのために居住エリアは高いところに置くっていう、なんかこう住欲豪を制すじゃないですけど、ね、なかなか難しい、ね、ところあるでしょうね、なんとかね、まあ大変な思いを日本がしただけに、その経験がね、あのまあ、何百年後なのか千年後なのか分かんないですけど、そこに生かされ、いい形で生かされたらね、いいと思いますけど、短絡的になんか今決めちゃうのはもったいないような気がしますね。あの先ほどの映像で最初ね、いわきのマリーナ、あの津波の前の映像もありましたね、はいはい、すごい綺麗な、そうですね、あの東北では本当に拠点になってるいわきサンマリーナで、あのヨット乗りの方もたくさんいてて、はい、でまあ、今回実は小名浜から出港するということで、地元のヨットマンをかなり応援していただいてて、 それこそ本当に観光課から商工課から、あのヨットマンのお声掛けで、街ぐるみで今この2人の出港を盛り上げようぜって言ってすごくやってくれてて、 ありがたいことですね。あの高校のね、あのヨット部の人たちも本当に、まあなんかね、素朴なあのメッセージいただいて、さらにですね、この思いが強くなったっていう、ね、まだまだそこの、まあ、映像ではちょっと分かりにくいけど、やっぱり1階は全部ぶち抜かれて、まだ校庭の周りもまだあの工事だらけのような状態ですね。ね、やっぱりあの例えば楽器とかね、ああいうの寄贈したとかいう話を聞きますけども、ヨットってなるとやっぱりね、なかなかお金も ねかかりますから、ね、彼らもね、練習するヨット欲しいでしょうね、まあ、だからそういう意味ではそのスイスの皆さん、まあ、昼初めですけど、あのね、大好きなヨットセーリングだからこそね、そうですね、分かる、海、彼らの気持ちも分かるし、かるし、なかなかね、あのそっち系はなかなかもらえないですから ね、 そうですね、くださいっていうのもなんか今は彼らも言いにくいですよね、海でこんだけ悲惨なことがあっただけにね。でもあのいわきサンマリーナって本当に皆さんすごいヨットを愛してやってたんだなって、ね、もうあの映像でも伝わってきますもんね、はい、あのちっちゃい子も出てきてたじゃないですか、女の子もね、本当に活発なハーバーで、だから、まあ、地元ヨットマンはあのやっぱりね、あの町の復興の方が先なんで、あまり大きな声で、ね、そのレジャーのものっていうのはあるんですけど、今はちょっとおとなしくしながらですけど、だからあの時期が来たら僕らなんかはやっぱり復興して、海で楽しめる場所があってっていうのはやっぱり町の顔ですしね、もう歴史があるわけですもんね、いわきも ねずっとそういう整理をしてきた、その小長浜とサンディエゴがさっきつながるって本当に素晴らしいことですよね、はい、そうですね、そうですね、でこの、まあ、電気のプレゼントがまたその、海のですね、復興を、まあ、こう活発化、まあ、早めてね、くれればそれ以上嬉しいことはないですけどね、そういった思いもあって、だからサンディエゴの人たちも、福島のことを思ってるんだよっていう、その福島、もう先ほど引きさんおっしゃったように、サンディエゴいるとですね、やっぱり震災あっても何もできない、まあ、募金とかできる範囲でやりますけど、実際的にこう行ったりですね、地理的にもできないですし、ですからその思いが強かったんですが、今回、そういったことを思い出してですね、こう海を愛しているものとしてやれることですね、ヨットの素晴らしさを、海の素晴らしさを分かっている僕として、
できることっていうことで、そういったプロジェクトを組ませてもらってるっていうことです。でそれでいわきを、出向してサンデーゴに、着くっていうのもこれも、まあ、僕らも太平洋横断するのにですね、勇気をもらうだろうし、まあ、僕らのいやいやいや挑戦がですね彼らにもなんかプラスになればという思いもありますね。ね、なんかこう海と人間の関係っていうのをまたねもう一回見つめ直したいですよね。そうですね。まあね、2ヶ月海と格闘しなあかんわけですからね、これ。そうですね。だからなんで、飛行機だと10時間で行くの、どうしてあの60日かけて行くんだよっていうなんかねあのよく言われますが、まあでも、まあ、僕は すぐ言うのは、はい、君たちは10時間でシュッと行けるから見失ってるその楽しみであるとかね、自然との一体感であるとかね、飛行機じゃ味わえないような、まあ、自然との一体感であるとか、うん、そこでの自然の素晴らしさとかね、まあ、自然の恐怖になるかもしれませんが低気圧を抜けるときにはまあそれも含めて、いろんなことを感じれるんだろうなと。楽しみですよね、昔は人間は船でねこうやっぱりベーリング海峡とか渡って ね広がっていったんでしょうから、やっぱり海ですよね。はい、ちょっと今日は本当にね、来ていただいて嬉しいですよ。ちょっと僕まだハーバー行けてないんで、はい、ぜひぜひ、北港ヨットハーバーに泊めてありますので皆さんどうぞ。それと今度、ボートショーがですね新西宮ハーバーで4月6日7日、はい、とやってますので、そこで、エオラスもですね、展示されますので、いいですね、どうぞ、遊びに来てください。詳しくは b-sailing.com をぜひぜひそうなんですよ、西宮で見れるんですね。そう、見れます、見れます。それは当日はヒロさんとか、ヒロはずっといて、福島の募金活動もやろうか。ほんまですか。ぜひね、ぜひ遊びに来てください。現物はやっぱりね、見ないと。僕は中で整備してると思うんですけど、やることいっぱいあるから。うちの今回ねずっと連載担当はあの山本、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。行ってきたよね。あ、僕はい、先日エオラス乗った。中入らせていただきました。どうでした？いや、結構ね、なんていうんですかね、中は結構狭いですよね、しっかり。やっぱり狭いんだ。狭いですね。それあれでね、あれが海に行くんだっていうのは僕はちょっとまだ想像がつかない。だいたい狭い居酒屋の4人掛けだから。ジョークにトイレもあって。で、あとヒロさんが準備風景とか僕ちょっといろいろちょっと見せてもらって伺いましたね。どうでした、ヒロさんの動きは。いや本当ね、さっきも見えてるんじゃないかってここにこれがあるこれがあるっていうのをパッパッと言うはって、ああほんまにあるあるって思ってで、ロープもシャーンってして綺麗に折りたたんでっていうのがあったんで、いや山本君はですね、もうワンピースの大ファンなんで、そうだから長ですよね、海賊です、海賊だまあ、もうね、違う、反戦ですから、反戦ですね、海賊船みたいなもんですからね海賊王になるじゃないですかいや、でも本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。関西岡では本当にもうずっと追っかけてありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ皆さん、読者の人もね、一緒になんかやってるんだっていう気持ちで見ていただければ、皆さん関西ウォーカーを買って連載を追っかけてください。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうぞどうぞ、時間が、あ、ほんまや、ちょっと最後じゃあ一応みんなで、はい、じゃあこっちに行こう。あ、はい、はい、はい、いやすいません、ちょっとね、はい、本当はなんか二部構成で、はい、もうちょっと桜のお話をちょっとでもまあ最初に最初にはい、できたんでよかったと思います。まあ本当にちょっと今出てるこの、武井由美さんの表紙ね、この号に
ヒロさんと、はい、辛坊さんの連載がスタートしておりますので、はい、15ページに載ってますので、はいはい、ぜひ、まあ、とりあえず最初は立ち読みでもいいんで、はい、先日 の、 3月に、はい、行われた会見の様子を、はい、ご紹介させていただいてますので、はいはい、またチェックしていただければと思います、まあ、ちょっとね今後できたら僕らもネットとかでもね、そうですね、応援していけたらなというふうに思います、はい、まあ、本当にさっき出てきた、ね、ヨットナビの話とかいっぱいこの、ね、工夫が詰まってますから、それをちょっとずつ紹介していければなと、あとはもう、はい、このプロジェクトがどれぐらい前に進んでるのかを毎回、はい、報告していきたいと、はい、いければと思います、はい、ということで葛西ウォーカーもよろしくお願いします、はい、ご視聴ありがとうございます。とにかくやっぱりヒロさん、辛坊さんを応援したいと思います、はい、太平洋横断まで頑張りましょう。はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございます。火曜日の8時は関西ウォーカー、今日も素敵なゲストとトークお届けします。関西の情報誌関西ウォーカー、音楽映画にあと盛りだくさん、関西ウォーカー編集長取材で食べ過ぎ丸くなるだけれども、カレーにかかれば行列のお店になる、徹夜も当たり前、原稿流し込み片手には栄養ドリンク、必死で頑張ってる。視界はゆるゆる関西ウォーカー、それでも見てな、しっかりやるわ本間頼む。いつもあなたのその心に伝えます、関西ウォーカー。締め切り追われて溜まってく領収書、考慮後はみんなで未明の飲んだくれ、火曜日の8時は関西ウォーカー、今日も素敵なゲストとトークお届けします。関西の情報誌関西ウォーカー、グルメ音楽映画にあと